こんにちは。はい、今日もね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。タコケンです。よろしくお願いします。今日はね、あれ何するんだっけ。タコケンです。今日もタコケンするの。はい、今日もタコケンするの。はい、で今日はちょっとね、いつも1対1でやってたんですけど、今日はね、ディフェンス側が1で、前衛側が2、1対2でやってみたいと思います。ちょっとね、多分ね、前に話した通り、もし1対1だった場合、多分ディフェンス側が多分勝率が基本的に 20% ぐらいしかない。前お話ししましたけど、多分2対1で1がディフェンスで、それをやった場合、多分それが少し上がるので、多分ディフェンスの方がちょっとだけ 25%、30% ちょっと上がると思う。真ん中とかね、いろいろこう前衛は2人いるんで、お見合いとかでディフェンスできる場所がちょっとスペースが多くなったんで、そういうところも踏まえてやっていきたいと思います。ちょっとね、やってみたいと思います。よろしくお願いします。 OK、はい、やっていきたいと思います。1ゲーム目始めたいと思います。ちょっとね、どういう感じか、僕もいろいろ試しながら、今回勝ち負けっていうよりはちょっと試しながら、いろんなことをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。5%が教えてます。
楽しい楽しい。はい、一歩前衛側ね、今2人ともそうですけど、僕が掴むときみんなこう上から下、上からこうこういう風な軌道でプッシュいくでしょ。これだって絶対プッシュいきません。もっとこう水平に、もっと水平に構えてこうやってこないと、ね、こうやって構えてこうやってプッシュしてるんで、最初の時点で最初のサービスレシーブの時にこの状態でこういう風にいかないと、ね、こういう風にいかないとダメですね。それが今こう構えてこうなんで、これだともシャトル来てます。まあ、彼らには教えませんけど、さあね、さっき言ったのでこうサーブレス、サービスの練習こう山田になっちゃうから体の動きが山田になっちゃうから、まあ、まあ、集中して沈める。これが今ちょっと体がこうなってる、こういう風な軌道になるとついてこられます。 OK ですね。はい、2ゲーム目いきます。夢ならばどれほど良かったでしょう、夢はい、行きまーす。はい、2ゲーム目行きたいと思います。サーブのタイミングね、ちょっといろいろずらしていろいろトライしてみたいと参考にします。
流れを持ってくるんですよ。こういう風なんですよ。いろいろやってくださいね。あ、彼に、彼らに、あの、どっちのサイドやりたい聞いてみる、聞いてみたいと思います。どっち？ファイナルどっち？まずは私ですよ。こっちのサイドやっていきたいと思います。あげ。明日はきっといい日になる、いい日になる、いい日になるでしょう。あー、てか、オッケー。